腹筋がすごく苦手。自分は腹筋がない。だけどお腹をへこませたい。腹筋を鍛えたい。そういった方におすすめな無限列車腹筋を紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで、なかなかへこまないお腹、腹筋をしてもどうしても首や腰が痛くなって腹筋に効いてる感じがしない、そういった方でも簡単にできる腹筋内容です。一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹をへこませるために効果的な無限列車腹筋というのを紹介していきます。その名の通り、息をしっかりフッフッフッと吐きながら腹筋を行う。そして下半身と上半身を列車の車輪のようにうまく連動させて腹筋を効かしていきます。腹筋が苦手な方の多くが、止まったまま動く、止まる、動くっていう繰り返しの腹筋っていうのが普通なんですけど、その腹筋っていうのは瞬発的に力が入らなければ腹筋が行えません。筋肉というのは短距離走が得意な人もいれば長距離走が得意な人もいます。筋肉って質がありますので、腹筋が苦手、腹筋できない、そういった方はただ瞬発的に力が入りにくいだけの方だと思います。そこで今回は動きながら腹筋をするので、腹筋が得意な方、苦手な方、どちらの方にもしっかり効かすことができるやり方になります。今回初級、中級、上級と3種目10回ずつ紹介していきます。自分のレベルに合ったものを実践してください。お腹にしっかり効いたなーっていうやり方が今のレベルに合ってるものです。お腹に効かなくって違うところが痛い、そういった方は1個レベル下げてもらってやってもらえば効果的です。今回はスマートフォンを持ったままできるメニューになってますので、一緒に手に持ったまま腹筋を3種目チャレンジしてみましょう。それでは上級編から紹介していきます。はい、スマホを手に持ったままですね、行っていくんですけども、私は数を数えます。やってもらう方は呼吸を1回ずつふっふっふっふという感じで呼吸してください。上級ですので、もし首腰痛い方は、初級中級まで待っておいてください。できる方はやってみましょう。スマートフォン持ったまま、上体起こします。両足上げます。腰をつけたまま、足を、ふー、ふっ、ふっていう感じで、足を動かしていきます。呼吸は1回ずつ。1、ふっ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 。ふっていう感じでやっていきます。気持ちゆっくりで10回です。腹筋が辛くてペースが速くなってしまう方はそれでも OK です。10回やっていきましょう。左右で1回、片足ずつ呼吸を吐きます。上体をしっかり起こして、もしここまで起きれない方はこれくらいでもいいです。見よう見まねでやっていきましょう。足はもし腰が浮きそうなら膝しっかり曲げてもいいです。ですが膝はこれぐらいの方が負荷は高いです。ですが腰が浮くんなら曲げる足はしっかり曲げてください。腰が床につきやすいです。いきましょう、10回です。3、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK! そのまま中級編をやっていきます。中級編は今の感じで上半身を揺らしながら行います。やってみます。こういう感じです。腰を丸めて上体を揺らしながら、その反動で足を入れ替えていきます。これを一緒に10回です。呼吸は1回ずつ吐きます。といった感じです。10回いきましょう。3、2、1、5
1、2、3、4、5、息しっかり吐いて、6、7、8、9、10、 OK! ラストは初級編です。今の中級上級で首とか腰が難しかった方は寝たまま初級編しましょう。寝たままスマホを持ちます。足を上げます。このまま足を入れ替えます。息はふうふうふうといった感じです。できれば負荷を上げようとするならば足は低い方がいいです。ですが腰が浮くと腰に来るので腰がついた状態のできるだけ低い位置です。10回いきましょう。3、2、1、5、1、2、腰しっかりつけて、3、4、1回ずつ息吐いて、5、6、息しっかり吐いて、7、8、9、10、 OK! お疲れ様でした。今の3種目自分のレベルに合ったものはどれでしたか？よかったらコメントください。自分の腹筋に効いたよっていうものが一番ちょうどいいです。ですので例えば中級編が腹筋に効いたならば中級編を行って初級編を行う。もし上級編ができたよ、上級編がしっかり効いたよって方は上中小っていう感じで3種目連続でやってください。一番行いやすいのは中級編だと思います。揺れながら腹筋効かすことができて、揺れるってことは腰を丸めないと難しいので腰を丸める意識ができて、お腹を効かす意識ができて、しっかり1回ずつ息を吐く意識ができる。そこがしっかりねできると腹筋効かしやすいです。いろんな腹筋がありますがどれしたらいいのって迷う方も多いと思います。自分に効く腹筋のレベルを数種類やるのがおすすめです。今回は足を左右に入れ替えましたけど、両足一緒に動かすとか上半身だけ動かすとか、お腹に効くっていう腹筋を3つぐらいするのがねおすすめです。やはり角度とか足の位置、上体の角度、それだけが変わっていくだけでもお腹に効く位置がね変わってくるんで、いろんな位置でねお腹を効かした方がお腹がへこみます。そして呼吸もできるだけ長く吐いた方がお腹っていうのはへこみやすいので、今回はふっふっていうペースでしたけど、もっとお腹をへこませたいって方はねゆっくりやってください。足で帰るのが10秒ずつとかっていうぐらいしっかり息をねなくなるまで息を吐きながらお腹をへこましながら腹筋運動をするっていうのが効果的です。勉強になった方よかったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたします。3種類紹介しましたけども、見ている方がどれぐらいのレベルかっていうのが知りたいので、よかったら数字だけでもいいです。1番上級、2番中級、3番初級、番号だけでもいいのでよかったらコメントください。各種 SNS も行ってます。説明欄にリンク貼ってます。 SNS のフォロー、動画のシェア、よかったらよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.